はい、こんにちは。1週間前は、違うフォーマットでちょっとやりましたけれども、今週はいつもと同じです。はい、変なタイトル画面もいつもと同じようにやりました。というわけで、今週で10月も終わりということになります。 NEC ラビーダイレクト N13 が発表になっております。通信販売、通販、ネット販売のみのモデルということになります。 NVIDIA と AMD が ARM プロセッサーを、開発中だなんだ、ARM、Windows とかで使う、Windows PC とかで使う ARM プロセッサーを開発中だというニュースをロイターが報じております。NVIDIA は10年ぐらい前まであったんで、復活すると。もしもこれが本当ならね。AMD が本格的にやるの初めてか？よく知らないですけど。というわけで、X86 以外の CPU が、どんどん出てくるとかもしれないということですね。マウスが Next Gear っていうお買い得ゲーミング PC を発表しております。 Qualcomm Snapdragon X Elite が発表になりました。発表になったけど製品の発売は2024年になると。で、中頃かな、早くてがよくわかんないですけど、になるということで、今発表してる性能は、Apple の Apple Silicon M2 Max も、Intel の第13世代コアも圧倒的に上回る性能で、ピークパフォーマンスを、同業他社とのピークパフォーマンス比も、非常によく低消費電力で動作すると。 GPU パワーも高くて AI 関連の NPU とかの機能も高いですよと、そういうことを言っております。まあこれは全部本当だとして、2024年の ARM 系 Windows PC、 まあ Windows じゃなくてもいいんですけどの、まあ、なかなか面白くなるかもしれないということですね。で、問題は Windows、ARM Windows で動作するアプリケーションが、まあビジネス系だとマイクロソフトが出してるやつとかね、まあ問題なく動くんですけども、 Adobe の Creative Cloud とか ああいったクリエイティブ系アプリが、エミュレーションなしでネイティブで動作することが今のところほとんどないという問題があります。まあ、他にもいろいろあるんですけど、そういったものがこの1年ぐらいで整備、ここ何年も、動きがなかったのに、こんな高性能なのが出れば Adobe とかもやる気を出して出すんじゃないでしょうかというふうな、期待が持たれますけど、本当にそうなればいいですし、まあ、そういったのじゃなくても、事務系ソフトが今までよりもバッテリー駆動時間長く使えるならそれでいいんじゃないかという気がしますが、インテルの CPU 第、コアウルトラだかなんだか知らないけど、今年の末に発売したらいいななやつが、そこそこ性能良かったら別にそっちでいいじゃないかと、まあ、そういうこともありますね。というわけで、まあ、PC 業界が面白くなるということになります。2個前に言った NVIDIA とか AMD とかの ARM 系のやつ含め面白くなると、そういうことになります。ハッピーハッキングキーボードスタジオっていうのが HHKB っていうものかな、知らないけど発表されましたと。高級品ということだそうですね。なんで、キーボードにこだわる人にはいいんじゃないでしょうか。私はまだ使ってないので知りません。プレデターマウスキーボードが発表されました。
エイサーのゲーミングブランドプレデターのキーボードとマウスが、別売りで発売するということになります。エイリアンウェアなんかはもう前から売ってますんで、あとは ROG ね、R とかはもう前から売ってるんで、プレデターも買いやすくなると。で、選ぶ自由が増えるということですね。 DJI オズモポケット3っていう、こう手に持ってこうここについてるカメラでやるやつの新モデルが発表されましたと。1インチのセンサーを使ってるということなんでね、まあまあ高画質で撮れるんじゃないでしょうか。ギガバイトが G6 なんちゃらいうゲーミング PC のまあまあお買い得品を発表 していますと。まあ今週はこんな感じになってると思います。というわけで今週はさよなら。 いいね。今週は、先週はね、あの字幕つけるのがめんどくさかった。あれでね30分くらいかかった。停止。